さあこの2019年のシーズン1に2020年もね、さよならを言わなきゃいけない選手がいっぱいいます。まあ、その中でもねちょっと全員行ってるのにもね今年はたくさんいるという状態であれなんで、まあ生え抜きの選手とかからね行きましょうかというわけで、でも甲府のね生え抜きで頑張ってくれた、こう生え抜きじゃないんだけどね、松橋勝選手がね引退と、甲府でアカデミーコーチってことになりました。いやー良かったっていうかね、まあ他でどっかで走ってるっていうイメージもわかないし、でも甲府でずっと走ってくれたよなっていう思い出はね募るばっかりでね、まあもう今から12年前になるのか、今年明けたからね、2008年だったっけ、大阪にセレッソ戦見に行ったんだよね。あの年で4月ぐらいにスコアレスで甲府とセレッソが引き分けた試合があったんですけどね、まあ大卒2年目だったのかな、本当はマサルは3年目、24で甲府に来たの、24歳で甲府に来て、まあでも甲府の中ではね、まあ、当時もまあ若い分、甲府でこれから頑張ってくれる甲府の若手いるぞということでね、僕もまあ期待はしてたわけです。まあでもねセレッソさんの、ね、若手はもっと若くてもっと息がよくって、もっとなんか甲府で通用するとか大阪で通用するじゃない感じの選手がいてね、いやでも甲府では松橋がいる、マサルがいるって思ってね、サッカー大阪まで見に行ったのが12年前、まあ、その試合ね、まあ、スコアレスで終わった試合って言いましたけどね、甲府は一方的に10本以上のシュートを、ね、浴び続けてね、あんまりシュートも打てずにラッキーなスコアレスみたいな感じで帰ってきたんですけど、前半そのセレッソの、ね、期待の若手背番号8をつけた確か香川真司っていう選手がいましてね、この選手がねこうゴール裏で見てるわけですね、このゴールキーパーがいて、この正面こうゴールペナルティーエリアのすぐ外ぐらいのところに、ね、ボールがこぼれてそこに抜け出してきたわけです。もう振りかぶってこうシュートを打つわけですね、強烈なのがこうバーにバーンと当たるわけです。おお、これがあのセレッソの期待の若手、あの香川真司かと。でもうちだって松橋勝って若いのがヴァンフォーレ甲府の今後を背負う活躍をこの後見せてくれるぞと期待をしてたわけですね。まあ果たして後半ですよ、今度はこっちに僕らが見てるこうゴール裏に甲府の選手が攻めてくるわけです。で同じようなボールが、転がってきて、さっき香川真司がバーチョクのシュートを打った同じようなタイミングでマサルがシュートフォームに入るわけですね。シュートフォームからこのままこけましたからね、あいつ。もうね言葉もなく返ってきましたよ。でもマサルはねそんな感じでね、最初いきなりこけた思い出から始まってるんで、でその後もね、まあなんだかんだで攻撃のキーマンとしてね最初は使われてたわけですね。まあ結果を出せずに時そのまんまね、次はサイドバックに転向する条件で残留を許されたみたいな話もね噂として流れてきたり、まあ、事実サイドの選手として再び活躍してレギュラー掴んでゴール奪った時にはね、ほら見ろ、ここまでかけ続けて走り続けてここまで来てようやくマサルはゴール決めて甲府にいたぞと、香川真司ってどこ行っちゃったのって考えた時に、果たして香川真司の方がサッカー選手としてはすごいのは認めます、それは多分そうなんでしょう。でも自分の愛するクラブの愛するサッカー選手として愛せるのはどっちですかって考えた時にマサルなんだよ。お疲れ様でした。